今回は肩のトレーニングを取っていました。まず第1種目目はダンベルショルダープレスから入ってます。またダンベルだけで鍛えるシリーズということで、先日背中と胸を取ったんですけども、今回は肩をダンベルだけで鍛えていきたいと思います。全部で5種目行って、また全てのセットを撮影しましたので、解説を交えながら流していきます。でこの種目で狙っているのは三角筋の前側で、この種目では重量に挑戦しようと思っていて、そのためのアップを行っています。でダンベルショルダープレスで重量に挑戦するのはちょっと久しぶりで、まだ減量中だった7月頃以来になります。まあ、その後8月末にボディビル大会に出て、そこからジュラシックカップまでは肩は他の部位と一緒にやっていて、まあ、肩以外の部位を優先的に鍛えてました。ってことで、今週からまた肩の日を設けるようにルーティーンを戻しましたので、今回はその初日ということで、今の状態を確認することも狙って重量に挑戦してみました。はい。じゃあ、これが最後のアップで28キロ。まずオンザニーで肩口に持ってきて、ダンベルを横にしたら、三角筋の前側で支えてスタートします。トップは肩の真上に持ってきて、三角筋の収縮を意識したら、ゆっくりと下ろして、手が鼻と口の間くらいの高さになったところで切り返しています。で腕は真横じゃなくて若干肘が前に来るように下ろして、でそこから肩の真上に向かって少し斜め軌道で三角筋の前側の筋繊維の方向を意識しながら上げ下げしてます。じゃあこれが本番セットで、重量は32キロに挑戦しました。7月頃その重量に挑戦した時と同じ重量で、その時は6回が限界だったので、目標はその辺りを目指して行ってます。で上げるときにちょっと上向いてるんですけども、これはその方がバランスが取りやすいからで、まだ左肩の可動域が完全には戻ってなくて、トップがこう少し右と左でずれるっていうかね、その、バランスを直接目で確認した方が取りやすいっていうのもあって、上を見て上げてるんですけども、最後の1回はちょっと左の方が先に限界になっちゃったので、そこで終了しました。一応、7回目で潰れたってことで、久しぶりの割には、結構できたかなと思います。はい。ということで、2セット目は少し、重量下げて、コントロールをもう少しね、意識して行います。三角筋に効かせるために意識しているのは、下ろすときは肩甲骨を寄せないようにすること、と、あと上げるときは肩をすくめないようにすることで、下ろすときに肩甲骨を寄せると胸に効いてしまうのと、あと上げるときに肩をすくめると僧帽筋に効いてしまって、その分三角筋の効きが弱くなってしまいますので、肩甲骨の動きはなるべく少なくして、肩関節をたくさん動かして三角筋に負荷をかけることを意識してます。はい。じゃあ3セット目。オンザニーで肩口に持ってきたら、左は肩に乗っけたまま、右だけ先に2回行ってからスタートしました。左が結構効いてしまって、右に比べて回数が上げられないので、右を先に疲労させて、最後両方均等に限界になる状態を狙って、こういうやり方で行いました。三角筋自体の筋力は多分左右差はないんですけども、左の方が可動域が狭い分、トップに持っていくための労力がかかっちゃって、多分先に効いてしまうですね。ということで、最後はギリギリ上げ切れたところで、終了して、これでね、三角筋の前側はしっかりと効きました。じゃあ、2種目目は、同じく垂直ベンチを使って、今度はアーノルドプレスを行います。アーノルドプレスもちょっと久しぶりで、ショルダープレス以上に間が空いてるもんですから、ちょっと様子見の重量として18キロで限界を目指しました。で、この種目も狙うのは三角筋の前側なんですけども、今度は可動域を大きく広げて、特に下ろした時にストレッチをかけることを意識してます。で、ボトムのダンベルの角度なんですけども、体に対して45度ぐらいねじったところで戻してるのは、これ左に合わせてるからなんですね。左は内線外線の可動域もちょっとまだ完全には戻ってないもんですから、これ以上手のひらを体の方に向けられないので、ってことで、斜めの角度でストレッチを意識して切り返してます。で、これが最後の1回かな。最後まで軌道をずらさないようにして、三角筋の前側で負荷を支えて、で、上げられなくなったところで終了してます。はい。じゃあ2セット目。まずトップまで持ち上げて、三角筋の前側に負荷をかけた状態を作ってから、ゆっくりと下ろして、
三角筋の前側が伸びていくのを感じながらボトムでストレッチ。で、この時はさっきのショルダープレスと一緒で、肩甲骨を寄せる意識で下ろすと内胸筋がストレッチされてしまうので、肩甲骨は寄せずに肘を下げていって、でももちろん全く寄らないわけじゃないですけども、ボトムで三角筋がストレッチされると自然と寄るっていう程度に、留めてます。で、そこからトップに持ち上げるんですけども、下ろした軌道をそのまま引き返すように肩関節の屈曲動作で持ち上げて三角筋の前側を収縮させます。先に肘を横に開いてから上げると動作が楽になっちゃうんですけどね、それは横にスライドさせる瞬間負荷がかかってないからなので、常に肩関節の屈曲方向に動かしながらダンベルを回転させることを最後まで意識します。ちょっとこれは上がんなくなったので、通常のショルダープレスみたいに上げ切って、追い込みました。はい、じゃあ3セット目、もうだいぶ三角筋の前側効いてきました。で、この横から見たフォームでポイントとなるのは前腕の角度なんですけども、常に地面に垂直にダンベルを支えることを意識してます。で、特にボトムでは前腕が前に倒れるとダンベルカールのトップみたいになって二頭筋に負荷が移ってしまいますので、前腕は垂直をキープして常に三角筋の前側で負荷を支えて上げ下げすることを意識してます。で、このアーノルドプレスの名前の由来は皆さんご存知、アーノルド・シュワルツェネッガーが考案したからなんですけども、シュワちゃんって現役時代のトレーニング映像を見ると、どの種目もすごい大きい可動域で行っている印象なんですよね。フロントレイズとかもバンザイするまで上げてますし、ダンベルフライも思いっきり肘が地面につくんじゃないかと思うぐらい下ろしたりして、それと同じようにこのショルダープレスもいかに大きな可動域で行うかという考えで、この回転させながら上げ下げするやり方を行ってたのかなと個人的に思うところではあります。はい、それでプレスは終了して、次は3種目目、三角筋チューブを狙ってサイドレイズを行いました。まずは10キロで様子見でアップを行ってます。もう肩は十分温まってますけど、たまにこのサイドレイズは左肩に引っかかるような痛みが出ることがあるので、大丈夫かどうか確認して、全く問題なかったので、本番セットは15キロに挑戦しました。まず三角筋の力で上がるところまで浮かせて、負荷を乗せてから、下ろす動作をきっかけにスタートします。で、この15キロは僕にとっては結構重たい重量なので、最初からある程度チーティングを使ってトップに持ち上げて、なるべくゆっくり下ろすつもりでネガティブを耐えて、で、太ももにつく手前でブレーキをかけて、また三角筋の収縮で持ち上げるという感じで繰り返します。上がらなくなったらちょっとレストを入れて、2、3呼吸休んだらまた再開します。2回で上がらなくなったので、そこで終了しました。はい、じゃあ2セット目。最初にちょっと持ち上げるのは三角筋に負荷をかけるとともにインナーマッスルを働かせることで肩関節を安定させて、でそこから動作を始めることで肩を痛めないようにという狙いがあるんですけども、あと一度始めたら脱力する瞬間を作らないようにボトムも体につけないところで切り返して収縮とネガティブをかけることを限界まで意識します。はい、という感じで、前回アップした肩の怪我を予防する動画の中でお話ししたやり方を実践するとこんな感じになります。じゃあ3セット目。ちょっと持ち上げてから下ろしてスタートするんですけども、チーティングは上げる瞬間にかかとを上げて背伸びする勢いを使ってます。で、トップに来る瞬間に少し膝を曲げて体を落として収縮っていう感じで、それをリズムに合わせて繰り返してます。で、このセットは上がらなくなったら、レストは入れずに、ダンベルを持ち替えて、重量を10キロに落として、ドロップセットを行いました。で、軽くした分、三角筋の力で上げられるうちは、チーティングは弱めにして、で、上がらなくなってきたら、同じように、息を使って持ち上げて、ネガティブを耐えるという感じで、限界になったら終了してます。はい。終わった瞬間は、こう、疲労物質が散っていく感覚が感じられて、しっかりと追い込みました。はい。では4種目目は、インクラインベンチを60度ぐらいの角度にして、そこに持たれた体勢で、インクラインサイドレイズを行いました。この種目は、ストレッチさせることを狙って、で、効かせる部分は、さっきのサイドレイズ同様、三角筋チューブなんですけども、もう少し、前側のチューブを狙うイメージで行います。
で、その軌道を確認しながら、反動を使わずにトップに持ち上げて収縮させて、で、ゆっくりと下ろしてストレッチを繰り返すんですけども、トップは低いバンザイをするような姿勢で、手のひらが45度ぐらい外側を向くような角度で上げて三角筋チューブの収縮を意識します。上がらなくなったら、ちょっと体をのけぞるような感じで持ち上げて、で、ゆっくりと下ろして。で、上がらなくなったら、最後はチーティングで起こした体を元水距離で持ち上げて、ネガティブって言うんですけども、そのネガティブが足りなくなったところで終了してます。じゃあ2セット目。三角筋に負荷をかけた状態から、その三角筋の収縮でトップでまで持ち上げて、ゆっくりと下ろしてストレッチで、あとはリズムよく繰り返します。で、これは決して斜め軌道ではなくて、自分の中では、体に対して45度ぐらいの角度で、垂直に上げ下げする軌道を意識しています。三角筋をストレッチさせるバリエーションとして、インクラインベンチに横向きに寝て、片手ずつ行うサイドレイズもありますけど、その場合は三角筋の、後部寄りのチューブを狙う軌道になるので、どこに効かせたいかによって種目を選ぶようにしています。はい。で、すべてのサイドレイズに共通するフォームとして、手首はまっすぐで、肘は少し曲げた状態で固定して、ダンベルの負荷をダイレクトに三角筋にかけることも意識します。で、この種目は、左が先に限界になったので、右は余力があるので、その右だけ続けて、限界になったらチーキングで追い込むという感じで終了しました。はい。じゃあ3セット目は、まだちょっと先に右だけ行って、1種目目のダンベルショルダープレスと同様に、先に右を疲労させて、最後両方均等に限界になる状態を狙いました。3回行ってから、両方スタートします。で、これも左の三角筋が弱いわけじゃなくて、可動域が狭いのが原因で、可動域がですね、狭いのは、インナーマッスルがまだ完全に回復してないからなんですけど、その分、三角筋に、この、手を上げる動作がね、負荷かかっちゃって、先に疲れちゃうってことで、その影響で、今ね、左肩って右よりも発達しちゃって、今見た目的には左の三角筋の方が大きい左右差になってるんですね。ってことで、今後はいかに右肩のサイズを左に追いつかせるかということを考えながら、種目とかフォームを意識して追い込んでいきたいなというふうに思ってます。はい。じゃあ最後、チーキングで、ネガティブが足りなくなったところで終了しました。はい。じゃあ、最後。5種目目は、まだ鍛えてない三角筋後部を狙って、リアレイズを行いました。前傾姿勢で腕を真横に開く、オーソドックスなフォームで鍛えていきます。でこの種目も、手首はまっすぐで、肘は少し曲げた状態で固定して、ダンベルの負荷をダイレクトに伝えることを意識して上げ下げしています。ある程度、反動を使って、トップで三角筋後部の収縮を意識したら、そこで一瞬止めるつもりで、だけど止まらないから降りてくる、みたいな感じでネガティブを耐えて、で上がらなくなったら、上体を起こす勢いでチーティングを使って、でそれでも上がらなくなったら、フォームをちょっと変えます。こんな感じで、肘を曲げると直径が小さくなって少し上げられるので、それを限界まで行って終了しました。回数は全然数えてなくて、とにかく限界を目指して上がらなくなるまで動作を繰り返します。で最後は上を脱いで、筋肉の動きを確認していました。で三角筋後部はこの部分にありますので、そこに意識を集中させて収縮とネガティブを感じながら、振り子みたいに同じところを上げ下げする軌道を最後まで意識します。でダンベルは斜めに持ってるんですけども、特に角度は意識してなくて、三角筋後部に一番負荷をかけやすい持ち方で握ってると自然とこの角度になってます。で足幅、スタンスは狭めにしてるんですけども、その方が股関節が詰まって前傾姿勢が支えられるので、腰が楽に行えるんですね。はい。で、上がらなくなっても、軌道は変えないように、無理に高く上げようとして、腕を開く角度が腰の方に下がっちゃうと背中に効いてしまうので、そうならないように、腕は真横に開く軌道を最後まで意識して、三角筋後部を追い込みました。はい。という感じで、今回はダンベルだけを使って5種目で三角筋全体を鍛えました。
肩の日の再開初日ということで、久しぶりに挑戦した種目もいくつかありましたので、今喋ってるのはこの日の翌日なんですけども、肩は結構全体に筋肉痛が出てます。その筋肉痛の出方に左右差はなくて、関節の負担も全く感じませんので、問題なくトレーニングできたかなというふうに思いますので、この調子で来シーズンに向けて丸みのある三角筋を目指して今後も引き続き追い込んでいきたいと思います。はい、ということで三角筋はね、ほんとパンパンに入りましたので、ポージングをとってコンディションも確認してみました。この日の体重は 68.3kg で、前回の胸トレ動画が約1週間前なんですけども、その時よりプラス 300g 増えてます。一応食事内容はクリーンなものを食べるようにして、減量食にプラスして糖質や脂質を増やしてるんですけども、その上でよく体を動かすことも意識してっていう感じの生活を続けてます。それで少しずつ体重は増えてきてるんですけども、今のところそんなに脂肪は増えてないと思いますので、この調子でパワーを伸ばして筋肉を増やしていければ、減量幅が少なくて済む分、来シーズンは筋量を残した調整がねできるんじゃないかなというふうに思いますので、そんなリーンバルクを狙って他の部位もしっかりと追い込んでいきたいと思うんですけども、その他の部位のねトレーニング動画も撮っていきたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。